今回のご紹介は、はい、挨拶の言葉は実は略語だったということですね。日常で使われている挨拶の言葉は、元は長い挨拶を略したものなんですね。おはようは、朝がおはようございますねが略されたものと、こんにちはは、今日はいいお天気ですねなどが、こんにちは、こんにちはですねに略されたもの、さようならは、そうであるならばとか、さようならば略され、はっきりとしたお別れを言うのが悲しいので、曖昧なお別れの意味も込められているということですね。こんばんはも、こんばんは寒いですねとか、こんばんはいかがですかが、こんばんは、こんばんはのみ略されたということです。